はい、ギター大好きミスターワタムね、ギターチャンネルです。今回もね、またよろしくお願いします。今回はね、イントロの前で弾きつけろっていうねやつなんですけど、はい、というわけでね、今回はねこういう感じでねやっていくんで、よかったらね最後までお付き合いください。このチャンネルではね、ギターの練習がちょっと飽きたな、他の練習方法がないかななんて、ギターの練習方法ね悩んでる方、そんな方々のためにね毎回じゃんじゃん配信してます。面白いななんてね思ってくれたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではね、早速いってみよう。スポン、ブルースが結構多いんですけどね、このチャンネルは。イントロって例えばそうね、こういうとか、ここから本編が入るとかね、こんなもう大体こうとか、そうね、例えば僕はブルースじゃないけど、これはね、もうすぐこう本編に入るんじゃなくて、やっぱりね、イントロの前でね、もう人、お客さんとかも聞いてる方のね、もう気をイントロの前で弾こうじゃないかというね、まあ、今回の作戦なんですけど、例えばね、まあ、E のブルース。これ E なんで、例えば E ブルースだと、もういきなり入るんじゃなくて、そうね、例えば E、ちょっとね、どうも、こんな感じ。ちょっとね、やっぱりこう本編に入る、イントロに入る前に、こうちょっとなんだろうな、こう手癖的な、こうやってね、イントロの前にちょっと入れるとかっこよくないですか？ね、これね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。なので、今までとはなんか違うよね、なんてね、言われるようになると思うんですよね。もう大体こう普通こう、ワン、ツー、スリーとかね、こう始まるじゃないですか。例えば、そうね、まあ、例えば、次は、エリック・クラプトンの、ティアーズ・イン・ヘブンをやります、みたいな。これでもう、パチパチパチみたいなね。まあ、こうやって始まっていくんですけど、まあ、もしくは友達の前でやったりね、ライブでやったりとか。これもね、こう、やります。もう全然いいんですよ。全然いいけど、例えば、まあ、前の曲が終わりました。パチ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 みたいな感じでもう終わりました。で、次の曲はっていうのはね、もう今まで言ってたかもわかんないですけど、時にはね、もう次の曲はなんか言わず、もうパチ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 がこう鳴り止まるぐらいで、例えばね、そうね、
こんな感じでね、本編が始まる前にちょっとこうね、感じで始まったらめちゃくちゃかっこよくないですか。なので、ね、これでもいいし、こう。そのね、今から歌おうとするね、曲のキーのね、まぁ、ちょっとこう、なんだろうな、こうフレーズを作って、その、まぁ、歌う前に、ちょっとイントロの前にね、イントロの前にちょっと弾いてあげると、めちゃくちゃ渋くなるんですよね。なのでね、よかったらね、こう、まあ、なんかこう、ご自身でね、作って、もういいだったらいいのなんか。まあ、この辺で、あ、こんなんでもいいしね。まあ、例えばいいだったら。これさっきのね。こんな感じとか、もうこう、もういいのとこ入れてあげたりね、今からやろうとする楽曲のね、キーの、まあ、ちょっとしたフレーズをね、作って、やるのもね、めちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。もう、多分ね、昨日までのあなたとは違うみたいな、感じになると思いますよ。よかったらね、ぜひね、まあ、一曲でもいいんで、なんかこう、イントロの前の、まあ、フレーズをね、ちょっと作ってみてください。絶対ね、絶対にみんなに、弾かれますよ。いい意味で、もういい意味で弾く。絶対かっこいいんで。ね、よかったらトライしてみてください。またね、次の動画でお会いしましょう。ミスター太田でした。パゴン。Thank you.